スーパーで買ったカツオのたたき、そのまま食べていませんか？今回はカツオのたたきを何倍も美味しく食べるコツをご紹介します。ポイントはカツオの焼き切り。焼き切りとは本場高知県の食べ方で、生魚の皮を炙り塩で叩いて食べる方法です。網やバーナーがなければフライパンでも再現可能です。あらかじめ皮に塩をまぶして油を引いて熱が均一にいくように焼き付けましょう。冷やさずそのまま厚切りにすると皮目の香ばしさを感じられておすすめです。ぜひお試しください。